ただいまから国土交通委員会を再開いたします委員の移動についてご報告いたします本日三浦康史さんが委員を辞任されその補欠として山田太郎さんが選任されました休憩前に引き続き持続可能な運送サ運送サービスの提供の確保に資する 取り組みを推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし質疑を行います質疑にある方は順次ご発言願います室井君